固定人型缶切り缶切りとは缶詰の蓋を切断しながら開封するために用いる道具である。1810年イギリスのピーター・デュラントが軍用の保存食として画期的な缶詰を発明した。しかし缶詰を容易に開ける手段までは発明した本人も考えていなかった。そのため缶詰はハンマーとのみで叩いて開けるか道具がない戦地では 銃剣やナイフを缶に突き立てて、無理やりこじ開けたり、銃で撃ち飛ばして開封されていた。しかし、この方法は、銃剣が破損したり怪我をしたり、中身が飛散したりし、あまりにも不便であった。そのため缶を開く道具が工夫され、缶詰の発明から数十年経った1858年、アメリカ合衆国のエズラ・ジェワーナーにより、引き回して開ける方式の缶切りが発明された。 その約10年後、缶の円を切る方式が発明された。現代の缶切りは、コルク抜け付き、線抜き付き、プルタブ起こし付きのものもある。線抜きの機能も併せ持つ缶切りは、道具の両端にそれぞれ、線抜きと缶切りが位置するため、この道具を指して、線抜きと呼ばれる場合もある。缶切りは、使用者の利き手の違いに対応するため、 右利き用と左利き用とがあり、一般に市販されているものの多くは右利き用であるが、少数ながら左手用も存在する。アーミーナイフでも缶切りの付属するものは多いが、こちらも右手用、左手用の両モデルが存在する。かつては缶詰は缶切りがなければ開けられなかったが、清涼飲料水では1960年代頃より、1970年代後半よりは、 小型の缶の艦外でも EG オープンエンドの採用が進み、大抵は缶切りを用いなくても回線可能となっているため、一般における缶切りの利用頻度は減少している。しかし、未だ開封に缶切りを要する缶詰も流通しており、また陸上自衛隊の戦闘領職、I 型のように軍事用で空中投下を前提としているために、このような方式の使えない缶詰では、 やはり缶切りが必要であるため、缶に缶切りが付属している場合もある。通常、缶切りはテコ式とネジ式とに分けられる。このほかコンビーフ缶の巻き取り式などがある。アービーナイフの缶切り左、押し切りタイプ中央、引き切りタイプ右、一般的缶切り鋭利な金属製の刃と缶の円に引っ掛ける金具から構成され、手動で缶の円を移動しながら円周方向に蓋を、 切断していく形式である。手この原理を用い、少ない力で大きな切開力を生み出しており、作用点は葉の切断点で、視点が円の引っかかりであるが、力点は視点の両側にあるタイプと感情部に向かって伸びている。ハンドル部分のみのタイプがあり、後者は押し下げるタイプと押し上げるタイプのものがある。かを切る方向では、押して切るタイプと引いて切るタイプがある。 例えば、スイスアーミーナイフに、付属の缶切りの場合、ウェンガー社のものは引き、ビクトリノックス社のものは押しタイプである。ウェンガーがビクトリノックス参加に入った後も、ブランドごとの異なる形式は引き継がれている。切断面が鋭利なギザギザになるため、缶の円の内側に不用意に手をかけた場合、指先に怪我をする場合がある。切り取った蓋の扱いにも、同様に注意を要する。 ローラー状のブレードと缶の円に引っ掛ける金具から構成されハンドルを回すことにより蓋を切開していくもの。缶の上面を切断するタイプと側面を切断するタイプがある。コンビーフ缶用のもの。あらかじめ缶の周囲につけた極浅い溝に沿って缶の外装を帯状に巻き取るために使用するもの。一部で巻き取り鍵などと呼ばれる。缶に溶接、引きちぎりで取り外すか。 あるいはシールで貼り付けで付属しているため、単独での販売はされていないし、一般にはその都度使い切りで再利用もされない。稀に缶から脱落して開ける前に行方不明になることもあり、この場合にはラジオペンチなど他の工具で代用することがある。缶の上部にセットしてスイッチを入れると電動で缶切り作業が行われる器具も市販されている。 電気換気り器や電動換気りなどと呼ばれる。ありがとうございます。